小鳥のピッピ、鳥越マリ。はい、読むよ。小鳥のピッピ、鳥越マリ。よそ行きの声で驚きました。さあ開きますよ。ピッピ、やめて。はい、ピッピッピッ。あんたが来たよ、出ておいて。ピッ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 、すごい触ってくる。ピッ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 、鳥さん。ピッピッピッ、あんたが来たよ、出ておいて。ピッピッピッ、太陽さん隠れてるよ、出ておいて。はい、ほっぴろりんこして、ほっぴろりんって、ほっぴろりんこして、ピロリーン。あ、見てきた。太陽さんにっこり。おはよう。おはよう。ピロリンコ。はい、ここはピロリンコ。お日様って書いてあった。太陽さんじゃない。まあいいや。おはよう。はい、次のページ。ピロリンコして。あ、すごい叩く。はい。お庭にね、お花があって、このリボンついてのお花に。なんだこれ、うん、どっち見てんだあなた。お庭にね、お庭にね、お大きなお花あってね、お花にね、リボンがついてるの。大きなリボン、出ておいで。あ、かわいいリボンだって、間違えちゃった。大きいお花にかわいいリボン出て、出ておいでって。ピロリンコして、ほら、ピロ、あ、出ちゃった。ピロリンコ、ピロン。蝶々さんが、蝶々さん、ひらりひらひら踊ってる。蝶々さん踊ってんね。ピロリンコすると蝶々出てきたよ、うん、ほら、リボンじゃないの。蝶々さん、2匹の、見てごらん。蝶々さん、ちゃんと足6本書いてある。すごいね。はい、次のページ。ピロリンコして、ピロ、戻っちゃって、ピロリンコして、ピロリンコ。はい、また来た。ほら、なんだろうね。ピッピッピッ、見えない、揺れて。ピッピッピッ、くるくる尻尾が出て、見えてるよ、出てる、出てる。うん、この切り株のところにすごいよだれついたけど、すげー、切り株からね、くるくる尻尾が見えてるよ、出ておいでって言ってるよ。なんだと思う、なんだと思う。ほら、ペロリンコして、ペロリンコするんだ。よし、そら、そ、そら、ピロリン、うわお、リスさんだ。リスさん、木の実もごまかしてるよ。ほら、おいしそうだよ。ほら、ここさん、切り株から尻尾が出てるの、出ておいでって。ペロリンコすると、かわいいリスさん出てきた。木の実もごもぐ、エゾリスかな。かわいいね。なんか都会でもエゾリスが出てるってニュースになってなかったっけ。気のせいかな。リスさん、何食べてんの。どんぐり、どんぐりと、これ何、これ、くるみにしちゃ、ちょっと絵違くない、なんだこれ。まあいいや。ふかちゃんは何食べてたの、これ。どんぐり、青いどんぐり食べてんの。カップ好きだね、カップ食べてんの。あ、そう。次のページ、ピロリンコすると。はい。ピッピッピッ。そろそろお家へ帰りましょう。出ておいで。なんだ？ほら、ここにね、なんか見えてるの。出ておいで。ピロリンコすると。ピロリンコ。お、ピロリンコしたら、おっ！母がアヒルさん、アヒルさんだって。ガガって。また明日って言ってるよ。ね。また明日だって。アヒルさんね、やっと会えたのに、もうまた明日なんて言っちゃって、仲いいのか疑問だね。お、ほら、隠れてる。今までのページと違って、リボンとか尻尾とか出てるのに、アヒルさんはほぼわかってる。顔が出ちゃってるね。なんでだかな。尻尾だとわかりにくいから。で、ペロリンコすると、まあ、体痛体が出てくるってわけね。アヒルさん、また明日ねって言っちゃった。ちゃんと会えたのに。あんま仲良くない疑惑。次はペッペロリン。お、ピッピッピッ。夜が来たよ、出ておいでって。ほら
雲から何が出てる？とんがった物体。わあ、お月様とお星様だ。ピカピカ言ってる。おやすみなさい。閉じるの早い。指いった親指。おやすみなさいだって。寝るしかないぞ。寝るしかないぞこれ。読み合ったから。寝るか。痛いよ。ほら、最後のページだ。このクモさんからとんがった物体とお星さんはもう丸見え状態ね。ペロリンってすると。ほら、お月様、お星様おやすみなさいって言ってるよ。寝るしかないよ。終わり。今日の絵本は何でしたか？復習です。今日の絵本は、はい、皆さんでどうぞ。小鳥のピッピ、鳥越マリ。よそ行きの声を出すと驚くわね、あなた。うん、終了。撫でましょう。この後お風呂入ってねんねだよ。鳥越マリさん、ありがとう。おやすみ。おやすみ坊や。眠そうだね。今日は暑いからちょっと薄着ね。イエーイ。眠いね、本当に。絵本効果かな。バイバイってできるね。バイバイってして。バイバイって。おやすみなさい。小鳥のピッピ、また明日。グッバイ。